はい、どうも、エナジー福田です。ベートリールのブレーキ調整ってどこがベストなのかちょっとわかりづらいですよね。今回はキャストしてる最中のスプールの映像と一緒にどんな調整をすればいいのかお話ししていきます。これを実践してもらうと、 飛距離アップ、キャスト精度アップ、バックラッシュが減るようになっていきます。今回は DC ブレーキを使っての調整なんですが、変身力ブレーキやマグネットブレーキも同じ要領で調整していけますで。ベストなブレーキ調整っていうのは、キャスト時にスプールのラインが浮かずに飛んでいくというものなんですよね。逆にブレーキが弱いとラインが浮いてしまい、強いと浮かないんですけど、飛距離が落ちてしまうということになってしまいます。このラインが浮くっていうのを実際の動画でチェックしてみましょう。 はい、こんな感じで、キャスト時にスプールのラインが浮いてるのがわかりますかね実際釣りしてる時だったら、親指にちょっと当たってる感覚があると思います。こんな感じで、ブレーキが弱いと、スプールのラインがふわっと広がってしまいます。で、これ以上弱めると、バックラッシュしてしまうというギリギリなところなんで、この調整のまま投げてて、横風だったりミスキャストしてしまったら、おっきいバックラッシュになってしまうんで、注意してください。次に、一つだけブレーキを強めて、キャストしてみます。 はい。次はこんな感じでラインが浮かずに最後まで飛んでってくれてます。ちょっと最後、サミングをミスってバックラスしてるんですが、キャスト最中は全然ラインが浮き上がらず飛んでいきました。この調整が一番ベストなブレーキ調整となります。基本的にはこのセッティングで、まぁ、あ、遠投時には飛距離が伸びますし、短い距離を狙う時にはスムーズにラインが出ていくんで、キャスト精度が上がるということにつながっていきます。では次はもう一つだけブレーキを強めてキャストしてみます。 はい。こんな感じで。ラインは全然浮かずにバックラッシュの気配はないんですが、ブレーキが強すぎて光が落ちてしまいます。まあ、風が強い時などは、この調整にしておくとバックラッシュせずにキャストできるんでおすすめです。 はい。こんな感じでブレーキ調整してもらえれば気持ちよくキャストしていけると思うんで、ぜひ試してみてください。ということで今回の動画は以上です。よかったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。